それでは最後に東洋ロシア佐藤選手お願いいたします。以上、受賞されました皆様のコメントいただきました。ありがとうございました。受賞されました皆様に毎日大きな拍手をお送りください。それでは、書店の拍手にお祈りください。また、その他の受賞者の皆様は本日欠席となりますので、3月24日のウィーリングアワードで表彰をいたします。日本における団体ボール競技9競技中期リーグで構成される一般社団法人日本トップリーグ連携機構より V リーグの発展に多大な功績があった競技運営管理者やチームの部長、ゼネラルマネージャーに贈られる優秀 GM 賞の表彰です。豊田合成トラベルさん、横井俊弘シニアゼネラルマネージャーです。ゼネラルマネージャーは2015-16 V プレミアリーグでの初優勝、2016アジアクラブ男子選手権大会第3位、2016-17 V プレミアリーグ V レギュラーラウンドでの1位と各大会での好成績を収め、卓越した強化姿勢を見せたことが評価されました。またチームとしては運営幹事 V50 周年イベント委員などの V リーグの大会イベントの運営に積極的に貢献しました。同じく JT バーベナス丹羽康雄部長です。丹羽部長は2015-16 V チャレンジリーグ1の優勝の後、2016-17 V プレミアリーグに昇格し4位という成績を収めました。また各会場で多くの応援団を動員し V リーグ大会を盛り上げたことが評価されました。加えて運営幹事として各チームの意見集約などを行い、 V リーグへ非常に協力的に貢献しました。ではプレゼンターといたしまして、島岡会長より賞金10万円が贈られます。おめでとうございます。島岡会長ありがとうございました。では受賞されましたお二人の喜びの声を聞いてみたいと思います。それでは杉田さんお願いいたします。はい、それではコート上にいらっしゃいます両ゼネラルマネージャーの話を伺います。まずは豊田高専トルフェルさん、横井シニアゼネラルマネージャーです。受賞について一言コメントいただけますでしょうか。大変まず光栄に存じます。こんな賞をいただけるようなことは何もしてないですけども、選手たちがみんな一生懸命やってくれたおかげですし、監督のスタッフの代わりにですね、もらえたのかなと思うと、あえて言うと、もう一つ付け加えると、愛知県協会だったり、浜松協会だったり、富山県協会だったり、本当に、本部さんの方もですね、協会の中に支えられて、我々活動させていただいているということを、本当に感謝申し上げたいと思いますし、もちろん、社長はじめ会社の従業員みんなの応援があって、こういうことがいただけたということで、本当に感謝しています。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは続いて JT バーベナス丹羽康雄部長にも、コメントを伺います。受賞についてコメントいただけますでしょうか。はい、この度はこのような本当に栄誉ある賞をいただきましてどうもありがとうございました。私の方もですね、これの中でチームのメンバーがですね、チーム強化しっかりやっていただいたものだと思いますので、JT バーベナスを代表して賞したと思います。そして、去年のです、ね、会社の、関係者の皆様であったり、公開の皆様からの課題の募集をしていただいたと思います。引き続きですね、チーム評価とあれからの取り組みを進めてまいりたいと思いますので、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。受賞会場からは以上です。
受賞されましたお二人に温かい拍手をお送りください。それではどうぞご移動ください。なお今シーズン V リーグ日本記録選手賞に該当する選手はおりませんでした。そして A より栄誉賞に輝きました。皆様先ほどもご案内がありましたようにこの後骨髄バンクブースに向かわれます。ぜひ皆様骨髄バンクブースお立ち寄りくださいませ。そして3月24日ウィニングアワードにて個人賞の表彰を行います。アワードの模様は画像にて配信をされますのでぜひご覧くださいませ。以上をもちまして V リーグ特別表彰表彰式を終了いたします。受賞されました皆様改めておめでとうございました。